こんにちは。今日のセカンド2の動画はフォールガイズやっていきたいと思います。なんかもうすごいね、本当にどんだけ人気なんていうぐらい人気のゲームなんですけども、やってみたかったんですよ。めっちゃやってみたかったんですけども、皆さん僕がプレステ遊び方、皆さん僕がプレステ4のゲームやったところ見たことあります？なんか結構やるっちゃやるんですけども、なかなかねその動画にすることってあんまりなくて、改めてちょっとさすがにねこれはやってみたいと思ってやらせていただいております。はい。でどんなゲームかっていうのはなんとなくです、なんかすごい大人数の人で遊ぶっていうのしかわからないんで、操作方法とかどういうゲームなのかも実は全くわかりません。ただ本当にちょっと人気すぎて、なんなんこれっていう気持ちでちょっととりあえずやってみようと思います。これからあなたは史上最高のゲームショーに参加します。どのようにプレイするのか、そしてどのような報酬が待っているのかご説明しましょう。お願いします。プレイを押してショーに参加しましょう。ランダムに選択されるミニゲームにて59人の対戦相手を出し抜き、勝利を栄光を勝ち取りましょう。60人でやるんですね。ショーに参加すると、参加するとクドスを、勝利するとクラウンを得ることができます。あ、それでこのフォールガイっていう人たちをカスタマイズできていくということですね。ほうほうほう。ジャンプ、ダイブ、つかみといったアクションの他に、L で移動、R でカメラ操作。え？めっちゃ簡単じゃん。ジャンプが×、ダイブが四角、つかむ。ほう。戻っていいでしょ、戻れない。オッケーですか、頑張りましょう。これが俺か、これが僕ですね。これもう着替えたりできんのかな。あ、すごい、めちゃくちゃ可愛いじゃん。じゃあ僕ちょっとこれでいこうかな。うわすごい。いやちょっと足だけちょっと狼にしてみよう。個性派やかましいわ。なんかすごい可愛い。じゃあこれでちょっとやってみましょうか。オッケープレイ。やばい、マジで初めてすぎて何もわかんないんですけど、どういうゲームなんだろう。なんかでもね、なんかツイッターとかで見た感じだと、なんか走ったりしてた気がするんですよね、結構。ゴールに向かって先に着いたら勝ちみたいな感じ。で、ゴールにたどり着くまでに、他のなんか60人のプレイヤーがすごいなんか脱落したり落ちたりしてるイメージがありましたね。すごくね、なんかすごい、非常に失礼なこと言うんですけど、プレイステ4のクオリティじゃん、ないって言っちゃダメだけどね、なんかすごい、なんかスマホのゲームじゃねと思ったら、思っているプレステ4でして、なんかこうすぐに手を出せなかったね。東京とか行ってる時もすごいやりたかったんですけど、すごい遅れながらも、この9月のタイミングでやります。いや、楽しそうだな。6人足りないですね。あと3人。3人は？ぐるぐるファイト。邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け。めっちゃ簡単じゃないですか、こんなのもう。すぐじゃん。遠いな。邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け。わかりました。ジャンプは×だった気がするね。お、俺先頭だ！やった。やった！俺が一番速いぞ、これ。ジャンプ。俺めっちゃ速くね、これ。はい！はい。はい。みんな早い。はい。はい。みんな早い。負けたくない。あ、これでみんな頑張ってんだ。どうやって掴むんだっけ、これ。掴み方がわからん！なんとなくわかりました。たまった。あー、いた。これ待って、HP とかない、死なないね、うちの子。みんな早すぎでしょ！すごいしょ。あー、この悔しさが面白いやつか、これ。ないんだ、俺今。そう、わからんけど。やだ。一体なんで転んでんの？めちゃくちゃ可愛いけど、これ。なんとか、ダーとか、ダーとか、ダー大変。マジでやばい。やだ。二段ジャンプとかってないんだよね。はい。危ない、転ぶな。これどうすんの、これどうすんの、これ。はい。ねえ、すごい、みんな。俺これもう順位出んの。あ、お、めっちゃ落ちた。あ、これ脱落した人だ。41人がクリア、生き残りました、皆さん。こうやってどんどん落ちていくやつかな、これ。あ、やっぱそうなんだ。脱落式なんだ。シーソーゲーム、シーソーから落ちないでバランスを取りながらゴールまでたどり着け。なるほど。わかりました。
とりあえずゴールに向かえばいいってことね。オッケーオッケーオッケー。シーソーが何かはちょっとわからんけど。うわ、めっちゃちょっと、なんか中間だな。いきます。めちゃくちゃ可愛いけど。落ちたくないよ、落ちたくないよ、落ちたくないよ。あ、また復活できるんだ。リスポーンできるんだ。よかったよかった。それで終わりかと思った。これさ、でもさ、ね、押さないで、押さないで、みんな。やだ、俺これビリの可能性あるっすよ、俺。かわいいな、これみんなめちゃくちゃやり直してんだろうな。掴んで、むずいむずい。ちょっと待って、なかなか。え、そっちか。やばい、なんか俺だけ速く走れねえかな。めっちゃ遅い気がするんですけど今。はいはい、よし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 、はい、よし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 、はい、よし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 、頑張れ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 。これはこっちだ。よし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 。え、どうすんのそれ、落ちちゃうよ。こっちだ、こっち、こっち。すげえ、なんか変な納豆に絡まれてるみたいな人が。オッケーオッケーで上がって。おい、みんな来んなよ。おい、お前らさ、来るとさ、重さが、そうだよそうだよ。くそ、これマジで、はい、危ない危ない危ない。はい、これどうする、これどうする。はい、あとはお前らの全員出し抜くだけでいい。よかった、危ねえ危ねえ、面白え。何このシンプルな面白さ。ただめちゃくちゃ最初ちょっとトラブったな。あ、よく生き残ってるよ。いや、最初にしては上等じゃないですか。次は、皆さんこれ面白いわ。え、尻尾に、尻尾はランダムに配られる。R2で尻尾を奪えると。ん、あ、尻尾を守りきればいいんだね。 OK です。よくわかんないですけど、尻尾を取ればいいってことね。いや違う、取られなきゃいいってことね。え、どうしようどうしよう。奪っちゃえ奪っちゃえ。落としちゃった、やばい。どうすればいいんだろう俺。は、取られちゃった。取られちゃったら人の尻尾奪えばいいってことね。オッケーオッケーオッケー。なるほど。だって秒で取られすぎて。くれくれよ。は、ああ、くれた。よしよし、やった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 。ね、うん、よしよし、いいぞ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 。イエーイ、これ尻尾持ってない、これやばいな。これここら辺に隠れてればいいんじゃない、これ。あ、取れちゃう、やばい、ふざけた。くれよ、返せ。あれ、はん、なるほど、くれ、よし、はいはい、 B!D! あれ、俺の指紋、あっ、ち、違う。あ、お前くれ、だろ。なるほど、これはやばい。あと10秒しかないな、これやばいな、俺脱落しちゃうよここで。ああ、やばいやばい、まずやばいまずやばいまずやばい。ここまでか。ちくしょう、まあ、半分以上ぐらいって感じかな。なるほど、なんか本当に決まったゲームをするというより、いろんなゲームで遊ぶって感じなんですね。それでなんか生き残ってどんどんラウンドが進んでいくっていう感じ。もっと早く気づけばよかった。こんな楽しいんじゃん。ぐるぐるファイト。オッケーオッケーオッケー。これはさっきやったんで皆さん安心してください。頑張ります。ただそんなこれはね、なんか難しくなかったね。下手、ヘマをしなければ普通にいけそうな感じだった。なんか操作性が簡単ですごい気持ちいいな、やってて。そしてまた戦闘です。行くぞ。やべ、いきなりスライディングかましたよ。画面うるさ。画面うるさいけど、しっかりと飛んでいきます。はい。いた、おわ、なんで。人にぶつかられるな、これ。はい。はい。オッケーオッケー。ちょっとね、
戻りながら、オッケーオッケー、はいはい、つかめ、うん、なんで、おい、なんでこんな、おい、待て、俺の足を、あーって、あぶね、ここは、一回かまして、行く、オッケーオッケー、いいんじゃないですか、割と上位よ、早い人、どんだけ早いん、これ、危ない、オッケーオッケー、いや、割と上位勢じゃないですか、今のところ、はい、オッケーオッケー、転んだけど、よく頑張ったよ。で、ここもなんとか気合で飛び越えたい。パッリン、あぶね、耐えた耐えた耐えたぞ。いいぞいいぞ。ほい。ほい。オッケーオッケーオッケー。ほい。オッケーオッケーオッケー。ほい。え、めっちゃ速くない？あとは、あなたを。はい！イエーイ！え、めっちゃ速くなかった今。ロールアウト。回転するホイールに飛び移ってスライムに落ちないようにし、ん？下に、あ、それでなんか落ち、あ、落ちちゃダメなんだね。オッケーオッケーオッケー、わかりました、頑張ります。ん？スライムってどれだ？下のことだよね、多分。下のことだよね。うわーこれ、なるほどなるほど、とりあえずなんかジャンプして、危な、なるべくさ、これさ、ほっ、ああ左遷した、全然把握してなかったな。いや、今悔しい。全然把握してなかったな、何かが。とりあえず落ちなー、落ちちゃダメっていうことだけは分かりましたね。ジャンプするときもっと助走をつけないとダメなんかな。ドアダッシュ、ドアを突き破ってゴールまで取る。偽物のドアが紛れ込んでるぞ。偽物のドアが紛れ込んでる。どういうことだ。なるほど。とりあえず、ドアぶち破っていけばいいということですね。オッケー、頑張ります。さあ、今回も、あー、まあ、2列目か。悪くない。いきます。逆に俺すぐ行かずにさ、成功だったドアをまず見て、あ、ほぼ成功じゃん。誰かが開けたドアを行こうか。はい、オッケーオッケーオッケー。これ賢いな。俺よく考えたな。ぶつかるとタイムロスになるんで、あ、これダメだ。ってことはこっちです。はいはいはい、オッケーオッケー。ね、みんなさ、突撃してこないで。違う。違う。こっち、え、全部違うじゃん。悔しいこれ、ちょっと待って。ね、みんな押さないで。だいぶ、まあ大丈夫です。割といい方だと思います。40人の字入ればいいんですからね。うわぁ。やばいやばいやばい。大丈夫？大丈夫だよね。全然余裕を持って。ゴールです。OK です。なるほど！いや、よく自分から突っ込まなかった、最初に。ゲートクラッシュ。動くドアを避けてゴールまでたどり着く。OK、OK。とりあえずこういうね、シンプルに行くやつは、大丈夫です。頑張ろう。動くドアを避けて。頑張ります。よし。もう負けたくない、本当に。行くぞ。どう動くんだろう、ドア。あー、それね。ってことは、こっち今閉じる。OK。ね、すぐ押されると倒れるの、ほんとさ、ちょっとこれを耐えて。OK、OK、OK。で、こっちでしょ、次。間に合え。はっ。やばい、やばい、やばい。はい、よしよしよし、頑張れ頑張れ頑張れ、本当にダメだ、落ち着け。はい、うわすげえ飛んだけど、なんとかなった、ラッキー。え、いけそうじゃねこれ、ちょっと頑張って俺本当に。え、ああ、やだやだやだ、それやばいって、それやばいって、間に合って、あと一人なんだよ、あと一人、あギリギリすぎた、やばい、あ、ビビー、今マジでビリよ、ギリギリセーフだった、本当に。29人中29位だった、今多分。あぶねえ、あぶねえ、マジでよかった。第3ステージです。さあ、もうジャンプクラブ、スライムが落ちないように回転するポール、スライムが落ちないよう回転するポールで、まあ、とりあえず、ジャンプすればいいってことですね。オッケーです、オッケーです、オッケーです、オッケーです。頑張ります。頑張れ。もう少ないぞ、これで勝てば12人の中よ。さあ、まずは。気をつけろ。人と近づくとぶつかっちゃうから。オッケー、オッケー、いいよ。これ、人を落とす人も出てくるってことですか、これ。そんな害悪プレイ、今のところはやるつもりはないです。結構やっぱこの上位まで来るとみんな落ち着いてますね、動きが。え、こんな感じだったら誰も落ちんくない、これ。
誰が落ちるんこれ。危ない、ちょ、人だな、これ人だな。人とのぶつかり合いがこれ。誰か落としてみようか。やばいやばい、危ねえ。だんだん速くなるやつがこれ。あ、そ、これやばいな。これ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。あ、やっといた、なんかクリアした、イエイ。そうか、障害物だけじゃない、周りのプレイヤーも敵ってことは、そうだね、ステージギミックだけじゃなくて周りのこのフォールガイにも気をつけなきゃいけないということですね。さあ、相当絞られましたよ。いや、ヒヤヒヤロード、偽のタイルに騙されず隠された道を見つけ、落ちるんだこれ。これ俺どうしよう、どう行けばいいんだこれ。別にどれが偽物とかって分かんないよね、多分目で見て。とりあえず突っ込んでみるか。落ちたらすぐジャンプすればいいもんね。オッケーオッケーオッケー、行きます。待ってくれ待ってくれ。もうむずくね。オッケーオッケー。え、落ち着け落ち着け。落ち着け、オッケー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 。これじゃね、これじゃね。はい。え、俺いっちゃー。今なんかゴール見つけたかなったのにな。もう最悪だよ、もう。もう。最悪だけど最高じゃん、これ。もうちょいいけそうだったな。いや、よく頑張りました、ラウンド4まで。レベル上がりました、やった。はい、というわけで、ずっとやりたいなと思ってたゲームやってみたんですけども、なんかやばいのに出会っちゃった気がします。ちょっとまたコメント欄の様子が良かったら、また遊んでみたいと思います。すごい楽しかったです。水木のセカンドでした。ありがとうございました。